こんばんは、星野光です。はい、どんどん出していきますよ。ジャスティスネタです。はい、これ私がさ、ね、動画にも上げてるけどさ、まあリンクも貼りますわ。あのクラキってやつね、爆裂の、うん、あいつとね、俺がさ、マクロとかチートに対してブチ切れてるね、やり取りしてから、まあ、こいつもなんか間に入ってきてね、俺がね、マグロのな、これ流し忘れ、まあ、蝶とか多かったよね、あのバグでさ、もうマグロやめろとかさ、まあ、そんなことをね、俺がブチ切れてるののさ、もう内容でさ、もうこれ全面的にさ、これ証明するけどさ、この詐欺師はさ、もうね、全て悪いのはそういう、そうした風潮にさせてしまっている私のせいです、本当に申し訳ございませんでしたって。いや、申し訳ねえんだったらよ、なあ、チート使うなよ、ボケが。だからこいつ自覚してるわけじゃん。ねえ、だからもう、これさ、表向きのこれ言葉じゃん。だから蓋をさ、もう返せばさ、あれですよ。ね、もうチートを正当化してるってことでしょ。うん、だからね、こいつが全部さ、もうこのね、文面にも分かるんだけど、もう爆裂のチートに関しては全部こいつが指揮してた、指導してたっていうのは、もうこの文面でも証拠になりますよね。うん、だからね、こいつね、なんかもうリーダーはなんつんだろう、なんかサポート役で、こいつがもう本当に黒幕、爆裂の黒幕は本当にこいつだったから。で、今ホワイトベースとかにもさ、ねえ、こういう状態でいるっていうのはね、もちろんね、爆裂の時からホワイトベース隊とつながってたと思うし、でこいつはね、多分ホワイトベース隊でもね、役職ついてねえけど、結構ね、チートの部分任されてるんじゃないかなと思うんだよね。特に制圧とか、まあコマンド丸見えはこいつはもう確実に使ってたと思うから、ね、そういった部分で指示役っていうか、それをね、こいつは直接指示してるのか、それとも誰か間に挟んでやってるのかね、分かんないけど、まあそういうこともやってると思うし、こいつはね、かなりのクセモンだから、ね、気をつけた方がいいっす。こいつはもうね、本当にね、クズだから。で、まだ小ネタものすごいいっぱいありますので、また気が向いたら動画の方上げようと思います。